生まれたばかりの赤ちゃんトラが育児放棄で瀕死の状態に。さらに足には重い障害も。何としてでも救いたい小さな命。しかし次々に襲いかかる試練。私たちは必死に生きようとする命と飼育員の激闘の日々を追いかけました。物語は2008年に遡ります。北海道釧路市。物語の舞台は日本で最も東にある動物園、釧路市動物園でした。釧路市動物園でアムールトラのチョコが3頭の赤ちゃんを出産。当時トラの担当だった大場さんがその時の様子を教えてくれました。母親はいつもと、こういうの寝てたんですけどね、こういう感じね、はいはい、だけど見たらなんかこう残ったりしたのを紛れてなんか見慣れない物体があったんですよ。それは子供たちで、要は3頭ですね、産み落としてそのままっていう、育てる気もなかったというか、死んじゃってるなっていう状態だったんで。それは5月24日のこと。初産だったチョコはどうしていいかわからなかったのでしょうか。生まれた子供たちをそのまま放置してしまったのです。大場さんたちが発見した時、体はすでに冷たくなっていました。大場さんたちはすぐさま3頭の赤ちゃんを救出。冷えた体をお湯で温めます。助かってくれ。あ、うん、この子がでも一番ちょっとまだ反応がありません。一番体ちっちゃいけど、もうダメなのか。気持ち元気ない感じする。でもちょっとかすかに動きました。そしてもう一頭も。もぐもぐ。おー、いいね。元気。なんとか2頭の命を救うことができたのです。最近ちょっと涙溜まってるな。すぐさま人工保育に。そして妹のメスにはココア、お兄ちゃんのオスにはタイガと名前が付けられました。このまま順調に育ってほしい。大場さんたちはそう願っていた矢先。それかこいつの足だよね、これね。完全に曲がっちゃってるな。なんとタイガもココアも後ろ足が大きくねじれていたのです。当時のことを大場さんはこう振り返ります。ショックですよね。びっくりしました本当にね、これ大丈夫かなという、まずそこですよね。治るものなのか戻るものなのかなというのを、本当に成長していくのかどうかという不安の方が強かったですけどね、タイガとココアは人工保育で育てられることになりました。しかし障害があるトラの人工保育は世界でも例がありませんでした。2頭の命を何としても救いたい。大場さんの戦いが始まりました。まずはミルクから。トラは猫科の動物。猫用のミルクを与えてみます。果たして飲んでくれるのでしょうか。飲む。わ、飲んでる。すごい。まずは一安心。でも本来なら母親の初乳を飲ませてあげたかったのです。動物生まれてですね、最初に飲ませるおっぱい、数日間のおっぱいっていうのは、母親が経験してきた病気の抗体っていう病気に対する抵抗力を持った物質がこう分泌されるんです、多く。だからそれを飲むか飲まないかっていうのは、その子供が最初にこう抵抗力を獲得するっていうのが大きいんですよ。母親から抗体を受け取れなかった
タイガとココア、この先多くの病気の危険にさらされることになります。大場さんたちは泊まり込みで世話をすることにしました。生後9日目、足の変形を少しでも良くするためマッサージを試みます。全然痛がらない感じだよね、やっぱりね。いや、前は全く問題なく気持ちいいみたいな。ところが後ろ足は、このまま放っておけば足が固まってしまう危険も。とはいえ、痛がることを続けてもいいものなのか、試行錯誤の日々が続きました。やがて、怖すぎだよ。痛い。大場さんの思いに応えるかのように、タイガとココアは生きる力を見せ始めました。そして誕生から1ヶ月、希望の光が舞い降りてきたのです。その時のことを大場さんは飼育日誌にこう綴っています。タイガは三足歩行、ココアは不格好だが四本の足で起立するようになった。立つことすら難しいと思われていたタイガとココアがなんと歩き始めたのです。タイガすごいね。タイガ早いね。ここも負けてないね。頑張って歩け。本当にね、あの時はね、ほっとしましたよ。動けるかどうかもわからないような、こう助けてしまって大丈夫だからっていう非常に不安な要素とこうカットしながらもう育てたんですけども、あのお腹が上がって浮かしている状態でこう後ろ足使って歩けるっていうことで、まあ、どうにかいけるのかなっていう。その小さな体には驚くほどの生命力が宿ってきたのです。あら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 、立ち上がるからな。おお、落ちる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 。いや、どうなんだ。もうじっとしていられない。大場さんはタイガとココアを初めて外に出すことにしました。左足だいぶ使えるようになってきた。うん、学校でだいぶ上手になったんだから。妹のココアはおてんば、元気に歩き回ります。兄のタイガは、タイガはかろうじて右後ろ足を使うだけで、左後ろ足は引きずっているだけ。左後ろ足固まってきている感じがする。今日で体重は今これで5キロジャストと今伸ばすから、ジャスト、うん、50キロなんだな。お前犬じゃないんだから。すくすくと育つココア。カメラが好きなんだ、うん、痛いよ。片やタイガは一月経っても後ろ足が一向に良くなる気配がありません。そこで二頭の骨の状態を調べるため、酪農学園大学で精密検査を行うことにしました。果たしてタイガの足は。本来なら骨がある場所に骨が映っていません。骨がこれからこう伸びていくだろう部分の一部が、発育が悪いんじゃないかなということで、軟骨形成不全っていう。足の軟骨細胞の働きが不完全なため、骨が十分に成長しない病気でした。
ココアも同じでしたが、比較的軽い症状。一方タイガは、今後4本の足で歩くことは絶望的と診断されたのです。幼い虎の兄弟に降りかかる試練。でも望みは薄いとはいえ、2頭の命を預かった大場さん、迷いはありませんでした。生後100日を境に、大人と同じように肉を食べるようになっていました。とはいえ、与える食事の量にも気をつけます。どん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 太っちゃったら、足に急に負担かかっちゃったら困るんで。骨を強くするため、カルシウムのサプリメントを混ぜる工夫も。アムールトラは体重300キロにもなる猫科最大の肉食獣。厳しく体重管理をするのも、タイガとココアの足を思えばこそです。これ、やると分かってた今。肉のおかげで力もついてきたのでしょうか。生後6ヶ月も過ぎ、すっかり大きくなりました。なんかいじめてるみたいでしょ。じゃれているつもりでも、全力で抑えないと怪我をしてしまいます。体重は半年で20キロを超えました。釧路が厳しい寒さに包まれる冬。大場さんたちの懸命な努力のおかげで、タイガもココアもすくすくと成長、健康状態も良好です。そんな2頭の命を守るため、大場さんは次なる課題に挑みます。筋力支える力がないのに、体重がどん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 太大きくなっちゃったら、またいよいよズリ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 吸っちゃうんで、筋力アップが必要です。成長するにつれ、嫌でも足への負担がかかります。体を支えるには筋肉の力が必要です。大場さんは2頭を運動させるため、外に出す機会を増やしました。しかし、足に障害があるとはいえ、虎は劣気とした肉食獣。もはや大場さんが直接手を貸すわけにはいきません。なかなか歩かないタイガを助けたのは、おてんばな妹ココアでした。兄の症状などお構いなし。じゃれ合っているうちに、タイガは知らず知らず足の筋肉がついていったのです。じゃれて遊び合うということで、やっぱり動くっていう意識が出てくるし、一頭だったら我々が常に手をかけないと動かないっていうことになっちゃうんで、やっぱり二頭兄弟でいて遊びを通じてこう動いて、それがすごくいい方向に向いてたんじゃないかなと思ってますね。同じ障害を持って生まれた兄弟、いつしか互いの存在が生きる強い力になっていました。およそ4ヶ月ぶりのレントゲン検査、必ずいい結果が出る。大場さんは信じていました。はい、取ります。出てもらいます。はい。タイガとココアの親代わりになったあの日から、兄弟の命を守るためずっとベストを尽くしてきたのですから。検査結果が出たのは夜。タイガのレントゲン写真には信じられない事実が映し出されていました。今回はしっかりこう見えてるので、いいんじゃないでしょうかね。以前は骨が映らなかったタイガの左後ろ足、それが4ヶ月後くっきりと映し出されていたのです。
これにはさまざまな動物を見てきた獣医さんも驚きを隠しきれません。順調に、うん、こう発育してるとこは映ってるんで、そこが消えちゃうとこう発育が止まっちゃうってんだけど、それはなさそうなわけで。あ、そういうことか。どうしたのかなって思ってます。まさに奇跡が起きたのです。2頭が必死に生きる姿を多くの人に見てもらおうと、新たに作られた獣舎への引っ越しが決まりました。タイガは初めて入る新居におっかなびっくり。意外だったのは、あのおてんばなココアがさらに慎重だったこと。すると、なんと兄のタイガが妹のココアを迎えに行ったのです。今まで妹にリードされっぱなしだったあのお兄ちゃんが。あー、危ない。ここは神経質だ。びっくりしちゃった。最後のがあれだね。ずっといね。見てるのとは違う。この日のタイガはどこか誇らしげでした。2009年5月24日、特別な日がやってきました。タイガとココア、1歳の誕生日です。プレゼントは、大場さん特製のお肉のケーキと、駆けつけたお客さんたちの声援です。ココア！1年間必死に生きてきた2つの命、迎えたこの日を誰よりも喜んだのは大場さんでした。しかし、これが兄弟で祝う最初で最後の誕生日となったのです。誕生日から3ヶ月後、タイガは天国へと旅立ちました。あまりにも突然の出来事でした。翌朝、いつもと同じように姿を見せた妹のココア。でももうそこには兄はいません。ココアはいつまでもタイガを探しているようでした。タイガがいなくなっても、日本中からお花やプレゼントが送られてきたそうです。タイガとココアが必死で生きる姿は、大場さんはもちろん、全国の方々に生きる勇気を与えてくれたのです。ココアは今もたくましく元気な姿で、釧路市動物園を訪れる私たちを出迎えてくれます。懸命に短い生涯を駆け抜けたタイガの分まで、皆さんに、愛されてきたタイガとココア、残念なことにタイガは1歳3ヶ月の年齢で、亡くなってしまったんですけども、その分ココアが、これからも元気ですくすく育ててほしいと思っております。ぜひココアに会いに釧路市動物園にお越しください。